皆さんこんにちは、ハイキーイラストレーターのアリです。今日も楽しんで描くハイキーイラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、 iPad 最強の左手デバイス ESWORD X20 の紹介をしていきたいと思います。かなり使い勝手が良かったんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、早速やっていきたいと思いますが、今回 ESWORD X20 の新型の紹介をしていきたいと思います。実はですね、ESWORD さんから提供していただいてですね、この好き勝手言っていいよってことで、いただきましたので、まあ好き勝手ね、良かなと思っていたんですが、結論から言うとかなり良いものだったので、その良さをですね、今回ちょっとね、言っていこうかなと思います。正直ね、悪い点はなかったかなと思います。なので、ぜひですね、何かこう、左手デバイスを考えている方も参考になればと思います。今回のですね、ESWORD X20 はですね、この前回、この旧型、これも紹介してたんですが、これ僕がね、購入してかなり良かったんで紹介してたんですが、これの新型となります。で、前回のもですね、かなり良かったです。で、これもずーっと使っててですね、もう本当にプロクリエイトを使うときはずっとここに置いて使ってたんですけど、これの新型がこちらにね、なります。これが旧型ですね。見た目はこんな感じ。そんなに変わんないですね。ちょっと高級感が出たかなという感じになっております。あとアイコンがね、実はこう、こっちは載ってるんですが、こっちは載っていないと。そこが一番ね、ポイントになるかなと思います。で、この変更点ですね。新型の変更点としては、自由なキーのカスタマイズができるようになりましたよと。で、この旧型はですね、最初からこう、当てがわれてたんですね。この辺にこれだよっていうのが。なんで、これの変更ができなかったんですが、この新型はですね、このキーに好きなキーをカスタマイズできるので、かなり使いやすくなりました。それによってですね、いろんなアプリに対応することができるようになったっていうのも特徴になります。例えば、コントロール Z。とかはね、割り当ててあげると、他のコントロール Z が効くアプリで使ったとしても、コントロール Z が効くんですね。なので、そんな感じで、他のアプリでも使えるようになったっていうのと、あとは充電ですね。充電がちょっと細かいんですけど、USB、マイクロ USB から USB-C になってました。その辺がね、変わったポイントかなと思います。で、内容物はこんな感じで、本体とケーブルと、後で説明しますが、こういうシールですね、がついております。で、早速このおすすめのキーコンフィングについてなんですが、こんな感じですね。キーカスタマイズができるようになりました。で、これ専用のアプリがあるんで、ちょっと立ち上げますね。こんな感じですね。専用のアプリが存在します。で、これを接続した状態で押してあげると、ここにですね、レイアウト1、2ってあって、これ2つ保存できるんですね。レイアウトが。なので、使いたいアプリによって、これを変えてあげるといいです。で、これのボタンをポチッと押してあげると、こんな感じでですね、このボタンに対応しているところに何を置きますかっていうカスタマイズができるようになりました。で、これテンプレートを選んであげたりカスタマイズでできるんですが、プロクリエイトはですね、テンプレートに入ってますので、あとはグッドノーツとメディアが入ってますが、まあ、プロクリエイトですね、こんな感じでいっぱいあります。これね、いっぱいあるんです。こっちだとこれだけのキーなんですが、これ以上にですね、いろいろとありまして、で、何が一番良かったかっていうとですね、このカスタマイズできるキーの中で、このブラシサイズですね。ブラシサイズを 1%、5%、10% でね、変えれるのがね、最高に良かったですね。こっちは確か 5% だったかな?ずつ変えれるんですけど、他のボタンと一緒に押すともうちょっと細かく変えれるんですが、これ一つ一つですね、割り当てれるので、ブラシサイズをいちいちこう左手でこうやる必要すらなくなったって。ボタンでね、カチカチカチって押すと、ブラシサイズを変更することができるようになったので、このね、ブラシサイズめちゃくちゃありがたいですね。と、こんな感じですね。こう何個か違うのがあったりするので、まあそういうのを自分好みにカスタムしてあげるといいかなという形になります。で、それでこういう感じのね、オリジナルのカスタムのレイアウトができましたよっていう形になります。で、このレイアウト2にするとですね、レイアウト2で使うことができますので、今度はレイアウト2ではクリスタを使いたいなとかいう場合は、クリスタはですね、テンプレートにないので、カスタマイズの方で、例えばこれとかですね、コントロール Z を割り当ててるんですが、まずこの就職キーの方でコントロールを押してあげて、で、こっちで Z ね、とかを押してあげると、コントロール Z を入れることができたりとか、シフトコントロール Z とかですね。こんな感じで何キープラス何キーっていうのもね、できるんで、ほぼ全部のボタンが乗ってるんじゃないかなってぐらいボタンで乗ってるんで、これかなりね、使いやすいと思います。なのでこれ1、2に当てはめて、まあ1はこのアプリ、2はこのアプリみたいな感じで割り当ててあげることで、いろんなですね、外部アプリに使うことができますので、
まあ、いろいろとですね、おすすめになります。まあ、本当にですね、自由度が高い、自由度が高くてですね、これ1個でほぼほぼいいんじゃないかっていうレベルでできるので、ぜひですね、この左手デバイス、なんかカスタマイズしたいなって人はですね、一回使ってもらいたいなと思っております。そしてですね、今のその、違うキー、コントロールプラス何々とかも設定できるので、この iPad だけじゃなくてですね、Bluetooth で繋がってるので、Bluetooth が繋がればですね、対応機種では MacOS とか Windows 10とかもね、書いておりますので、パソコンでも使うことが、ね、できるんじゃないかなと思います。なのでもうこれ1個で iPad も使って、もう1個のカスタマイズの方はパソコン用のね、カスタマイズにしてあげて、これ1個持ち運ぶだけでね、どっちも使えるよとかなったら、まあ最高かなと思いますので、まあ、こういうね、キーカスタマイズができるようになったっていうかなりの進化がね、見えるかなと思いました。であとは、その自分でオリジナルでこのキーカスタマイズをした後に、このカスタムシールですね。こういうシールがね、入ってるんですね。これね、遊び心ありますよね。こういうシールが入ってるとね、嬉しいですよね。もうこんなのね、貼りたくなっちゃいますよね、やっぱり。とか、まあ、オリジナルでね、作れるんで、こういうの貼って、まあ、自分独自のね、キーカスタマイズをしてあげるのがね、可能になりますので、まあ、この辺もね、楽しんで遊んでいきましょう。で、あとは、USB の充電がですね、マイクロ USB だったのが、まあ、最初にちょっとね、映るかわかりませんが、まあ、このね、マイクロ USB だったのが、USB-C になったよっていうね、地味な変更もありますが、このね、USB-C になった方がね、僕はありがたいですね。iPad Pro もですね、USB-C の充電なんで、まあ、それとね、同じのでできるっていうのは本当にありがたいです。コネクタを統一してくれって思いますからね。なので、ここは僕にとってかなり嬉しいポイントでした。というわけで、こんな感じでですね、前回からの違いで言うと、まあ、圧倒的にこのキーカスタマイズっていうことになるんですが、もうそのキーのカスタムがですね、多くて自由度が本当に高い。これですね。で、キータッチもですね、結構押すといい感じにですね、こう上がっていって、今ここがね上がってるんですけど、押しやすいんですよね。このキーのタッチの感覚っていうのは多分個人個人で好き嫌いがあると思うんですが、僕はこれ結構ね好きな方のタッチでしたね。物理ボタンがちゃんとパチンパチンって押せるのはすごいいいかなと思いますので、まあその辺も含めてですね、まあかなり全体的にねいいなと思いましたので、ぜひですね、まあ、このキーをカスタマイズできる左手デバイスが欲しいなって方は、まあ選択肢の一つになるのかなと思います。ただこの1個前のこの X18 ですね、これもですね、プロクリエイトで使う分にはかなりおすすめです。こっちもね、いいと思います。まあ、こっちをね、いただいておいて何なんですけど、まあ、これもね、かなりおすすめです。これはもう、最初から割り当てられてるんですが、このブラシがですね、少し押すのがやり方がね、あったりするんですが、まあ、それ以外はですね、もうかなり十分これでカバーできてるので、まあ、こっちでもいいし、まあ、より他のものにも使いたいとかですね、いろいろカスタムしたいなって方はこっちも。検討していただければいいのかなと思いますので、ぜひぜひですね、何かこう左手デバイスを探しているよって方の参考になればと思います。どちらもですね、概要欄の方にリンク貼っておりますので、自分の目でですね、確認していろいろ検討してみてください。今回の動画が良かったよ、参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベル押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト販売等もしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。メンバーシップも募集しておりますので、下のメンバーシップのボタンからご確認ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハイキーラスレターのアリでした。さようなら。